教育に一つ貢献をするっていうところと、あとは授業を通じて島の子どもたちが、美術館に愛着を持っていただけるようにということで企画、去年から企画をして、実施しております。お互いの話を聞く中で、その人の話を聞く能力であったりとか、自分の意見をまとめて考えて発信、支援する能力、コミュニケーションであったり、そういう、人間が生きる上で必要な能力っていうのが身につけられるっていうところが一つあると思います。で支えてるっていうのは、支え合ってるっていうか、鉄板と鉄板が支え合ってる。こっちから見たら黒い茶色みたいな、見たら一番ひどい。聞きたらけよ、なんか子供たちはすごく今日の体験を通して新しい発見とか新しい気づきっていうのをたくさん見つけることができたので、子供の成長というのをよく感じられた一日でした。ありがとうございました。